ああ寒っ。暖房消したら消したら寒いな。消してもつけても同じじゃないと思うんだけど、消したら消したら寒いわやっぱ。地球を探そう。これは M 君のね。地球ではありません。めっちゃ光ってるやつを。地球ではありません。あ？地球かもしれません。え、なにこれ。 M が最初に見つけた最初の地球型惑星ビンディ。温度12度、寒い。99.89% の惑星を探す。天文学的な数字。恒星フレアの衝撃で宇宙船の調子があまり良くない。あなたの目標は地球を見つけること。主人公がロボなのって大体ろくなことが起きないんだよな。このゲーム BGM のなんか大きさが合ってねえな。望遠鏡微調整中です。
電力供給率10%。ああ。オーパス続編。いや、一番最初だと思うけど、これが。さっきの座標を参考にして地球を探し出してください。何の話？ 0709。何の話？ 0709。0709。なんか？もしかして。32%。違うかも。今 G2 FNA やってるぞ。G2 対フナやってる。ええー、なんか見たいな。今な、大会何やってんの？この惑星は重力が弱くて気体を保ちにくい。人間が住める星ではない。いいやしょ。あ、ユースやってんだ。みんな大好き加藤アイス。あ、みんな大好き加藤アイスやってんだ。明日土曜日だっけ？土曜日、まあ、人狼やる前に時間あるから、見ようかな、久しぶりに。うちやりたいやりたいっていつやってないからね。明日の昼間にでもやろうかな。データベース。オーパスも楽しい。他にもこんなゲームがあります。うるせえよ。実況する前に掃除しろ。実況する前に掃除しろ。そんなこと言って配信する前に掃除するぞ、この野郎。掃除したってどうせ汚れんだから意味ねえん。博士はどこに行っちゃったんだろう。あ、これ何すんの、このゲーム。当たり前だよ、やれや。ゲームがわからない。一生掃除できるじゃん。これ、構成リサちゃんでしょ？これ何すればいいんだ、今。28%。地球かもしれません。一個一個名前つけてくるのかな？もういちいちつけたらダメなのかな？つけなくてもいいんだろうけど、せっかくなのでつけていこう。全部クソみたいな星になっちまうよ、このままだと。だんだんこれっぽい星を見つけてはストーリーが進むんだ。システムが電力不足です。情報を地球探査モジュールに合流。地球探査モジュールってのは上のやつか？右下に何か出これてかな？ね。地球型惑星。お、4の20。探す。右下？元の位置に戻すじゃなくて？待って、4の20。とりあえず行ってみよう。だいぶ遠いな。あれ？出ていいの？すごいけど、なんか。え、てか、なんか、そうそう、そう、ああ、シフトしちゃった。え、なんか、4の、ん？
20までいかなくない？そうだよね。なんか書いてあったよな。270度の方向にあります。あ、なるほどね。把握したわ。まず、リサちゃんのところから真左に行けと。あ、で、4の20。9ではありません。それともこれか？そう、31%。ゴミじゃねえかよ、でも。火星。誠だって最初は 10% 以上の惑星すら見つけられなかった。なんか俺 30% とかもう見つけてるけど、ちょろくね？マガト君もしかして仕事できない？またなんかデータが増えたらしいけど。リサの13の5。40%。人間の生活リズムに合わない。どんどん上がってきたよ。もう 40% だけど。死んでるわな。OP1414 っていうロボットはどこにいるか知っているか。M の識別コード。システム管理者の登録が完了しました。処理速度が追いつかないじゃない。処理速度遅くないか。昨日願いを叶えるために生まれた。にはこの操作を実行する権限がありません。気を M が見つけるから気持ち安くなんていらないよ。惑星研究室を開放しました。お、えれーん。すごい、めっちゃある。ビデオデータがありません。エミス銀河ゾーンの聖域図。アンケの未読メッセージ。我々地球の存在が極めて低いと判断しました。予算申請に失敗。
直ちに指定された期日中に帰還してください。なるほど。地球を見つけることを諦めたのか人類は。なんかでも遺伝子がうんぬんって言ってたからどうせ滅亡仕掛けとかなんでしょ。ゾーン3、ゾーン4、ゾーン5。一発で見つけちゃうか。これで宇宙の第一ゾーン以外の部分も探索できるようになったよ。あれ？じゃあ絶対に無理なのでは？いきなり地球を当てるの。あ、そりゃそうか。任せろって。上の方に行って。ほら！これとかも黄色輝いてるよ。もうすでに見つけてあるわ。ゾーン3。ん？スキャン。地球ではありません。地球っぽい星ない？これとか。地球ではありません。なんか光ってるのいっぱいありすぎてこれ無理だな。ぶっぱで地球を見つけるのは無理な気がしてきた。思ったより。あれ、ゾーン1に帰ってきた。お、なんだこのワンちゃん。ない星系図のデジャブなんだと思ったらノーマンズハイト。この星は太陽と類似しています。太陽2ノーマンズスカイ。やめろやめろ。太陽の近くに地球がある理論。ないね。ぶっぱで探すのが大好きなんで。まあ普通に進めていくか。多分キリなくなっちまうからな。はい。ゾーン2の、2の1だそうです。2の、2の1。どこだよ。これか？2か。これか？ 2 の2だよな。うん。マルクス星。これマルクスじゃない。あ、違う。上か？あ、これだ。ここの2の1。こいつだろ。なんで 1%。 地球は極めて低温。寒い。今は君の協力なんていらないよ。
とりあえずストーリーに従ってやってみるか。次は、下に行ったファルクの 4-2 と。はい。ファルクの 4-2。ネットザチ。ヘミス。ファルクなんてないけど。大丈夫？持ってきてない？これ。持ってきてるね。まあ、いったな。どこだって？あ、マルクスから180度の方向。やったな。どこだっけな。あれ？あ、ここだ。ここの 4-2？ 4-2。これだ。いやね、3-2だね。4-2っつったらこの辺なんだけどな。あれ？これだよな。FULRUC。FULRUC 4-2。4-2。間違いないな。4-2の範囲は結構広い。残り4-3だな。4-2。こいつか？お。34%。まあ、大体なんかでも3、4割だな。半分もいかねえぞ。あとの悩みはズバリ、どうして地球は見つからないの？ついに地球が見つけられる明暗がある。リサと望遠鏡を接続すればいい。楽ちんか？ちょっとパワープロ君っぽいな、M 君。青いシグナル？どれ？うん？うん？青いシグナル。なくね。マルクスから90度の方向にあるベラームの 1-2。 はい、ターゲットまであと少し。あ、なんかホワワンホワワンこれ38% 言うかもしれません。すごっ、極めて危険。
規則衛星で満ちている。土星。仲直りしてる。M の願いを実現させることが私の一番の望み。これ不幸になる目標だよ。ロボットが不幸になる話の目標だよ、それ。やめとけって、そういうの。シグナルがホワホワ出ているのはいいんだけど、なんなんこれ。一瞬ホワンって出たの今。よせ。わかんねえな。データを選んだ後に、シグナルを見れるのか？なにこれ。リサ演算法で地球を探してみて。何の話だよ。ホワンってなった。ホワホワン、ホワホワン、ホワホワン、ホワホワン。わかんねえよ。これでいいのか？ん？ 76%！ 実質地球やん。実質地球やん。水 96%。実質地球やん。地球寒。地球寒。水多くね。いや、水多いかも。温度21寒。寒。もし地球が見つからなければ人類は滅びるしかない。地球見つけたところで救いはあるんですか、これ。これじゃね？イージー。 53%、 半分ぐらい地球ですね。大気圏の保護がない。人間が住める星ではない。水 0%。 水星。電力供給率 80%。 お、研究室は植物枯れてないの、これ。枯れてるのかな、これは。ワープドライブ 8%。 人類が宇宙に進出から100万年が経過した今、改造された遺伝子の問題点が次々明らかになっています。ああ、もう遺伝子改造しすぎて偉いことにみたいな感じか。伝説上の地球を探し出すことができれば。なんで地球の位置忘れちゃったんだよ、こいつら。
誠と喧嘩しまくりやな。雰囲気いいね。中の植物が凍っている。どう？いやこれ3部作出てるからさ、全部面白そうで。これ1作目なんだけど。停電の緊急対策、停車恐怖症の自己管理。あ、これ。宇宙船がどんどん恒星離散に近づいてきている。大丈夫？マモみたいにならない？銀河調査。銀河調査で。マルクスから45度の方向にあるタルク。お、多いぞ。63%。だいぶ地球じゃない？だいぶ地球な、全然地球じゃないね。温度95度。沸騰してるね、ほぼ。水 0%。そりゃそうでしょうね。寒寒、やっぱ暖房つけようかな。もう10時か。ご飯食べようかな。ご飯食いながら全然できそうなんだよな、このゲーム。むわ、なにこれ。無精液でそれっぽいやつを見つけました。むちゃくちゃやな。こっちらしい。あ？え？出なくなったんだけど。下って話？下っぽい。この辺りに何かあるような。あ、これか？58%。もう金星ですね。これ間違いなく金星ですね。84度。水だいぶあるね。23% って。もう水があるだけで生物おるんちゃうんかって感じするからな。地球を発見できる確率は 0.3% 以下にまで減少しました。直ちに帰還してください。またか。0.3 って高くね。まあ、高いと思う。割と俺も思った。
逆に今の世の中でね、まあでもこんな技術があっても 0.3 しかないっていう、今のその何、今の技術で 0.3 だと超高いじゃんって感じするけど、いやでなんか望遠鏡で見てこの星何かなってスキャンしたら5秒でそこがに水があるかどうかとそうなんかあの半径とかと直径体積とかとその星の平均温度が分かる装置があるのに 0.3% しかないって言われると、あのそれでもあるな、人類の存続をかけてるんだから全然高いじゃんって感じはするわ。それでもちょっと高いっすね。同じマシンをあと5000台作ればゴリ押しで突破できるなら可能の範囲ではってもうね、ほぼ 0% だから帰ってこいみたいな言い方ならまあまあって感じだけど、 0.3% 以下って言われるとなんかまだ全然あるんじゃねって感じですよね。まあ、かあれじゃないの、他に方法があるからちょっとそっちでみたいな、他にやることあるんでって感じなんじゃない。このゲーム全体マップ欲しいわ。いらない。一旦戻って。右行って右行ってだな。はい。どこ？お、上がった。はい。これさ、眩しいんだけど。毎回。全然地球じゃないね。これで半分地球って、まあ、重力とかはまあいい感じなんやろうな、半径とか半径って、ね、地点の速度とか温度高、休憩室のロックを解除します。誰もおらんわな、そりゃそうだ。まだだいぶ下まであるのかなこれ。14兆を投資したチームは不可能を可能に、地球は存在するのか。冷凍カプセルか白骨死体かと思った。白骨死体はありえんだろさすがに。キングとクイーンが出会うとき、何の話だ。アマーデウス・シッチン博士。地球には歴史を超越した数々の秘密があることを示してくれている。伝説によるとゼウスは3つの聖域の中心に身を隠して、ヘラが乳白色の銀河を生み出す瞬間を見たという。ゼウスはどこに位置するんだ、何の話だ。
ニューカンザスから愛を込めて。1200日目。オーセフラの衝撃を受けた。ちょっと暖房つけてカレー温めてくるわ。あ？リサからゼロ度の方向にあります。チェセド。はい。チェセドのどこだって？2-1。はい、この辺か。次面白いんだけど目に悪いんだよな、何かと。あ、何かとビカつくからさ。おお、多くねえか。69%。これがノーマンズスカイですか。これがノーマンズスカイですか。大体合ってるかもしれない。人間の体が耐えられるレベルではない。まず水ないしな。で、温度は30度っていい感じだな。チェセドから270度の方にあります。ギナンの 1-2。 これとか。お、あれ、54%。空気が薄すぎる。水 73%。 え、めっちゃいい感じなのに。え、ちょい暑いかも。でも それカレーがグツグツいってるんで見ていきます。
カレーってこの前作ったやつじゃないよね。大鍋がなかったから作れないんじゃないかな。寝かせれば寝かせるほどうまくなるからな。なんか毎週カレー食ってる気がするなぁ。でも気がするっていうか、カレーってこの前作ったやつじゃないよね。違うに決まってんだろ。映像レポートを見つけた。でも俺たちのことは心配するな。自分の任務に心中集中しろ。誠くんだ。よかった。チェセドから0度の方向にあります。チェセドってどこだっけ。チェセドって今いるどこ。違うね。どこだよ。あ、ここだわ。ここの安野さん、この辺だな。これか。あ、ふわふわ。 70% なかなかでは。気象に激しい変動が起こる可能性がある。周囲に衛星ないとダメなの。水しかねえじゃん。まずえ、いいんじゃないの。ダメなのこれ。地表に激しい変動が起こるって言ったって、言うて水だろ全部。ダメなんかな。衛星の引力がないとね。やっぱそうなの？月欲しいのみんな。月がねえと海の導きが起こらねえ。海の満ち引きってさ、起きないと何が起きるの？逆に困るもんなの？海の満ち引きが起きるレベルの引力じゃん。月の引力って他に影響出てないの？海の満ち引き以外で。なんか出てそうなもんだけどな。海の満ち引きだけなの？あれ影響出てるのって。
海の生物がろくに上がって生活しようと思わねえから。あー、別にそれはどうでもいいんじゃない。でも回り回ってるから反対からも引っ張るから大丈夫。月がなかったら一日が8時間になるとか聞いた。なんか、まあ、それちっちゃい隕石とかガードしてくれるとかなかったかな。あー、まあそれは確かに周りに衛星があるからなんか来た時に隕石とか重力に引かれてそこに突っ込んでるみたいな。月が若干クレーターだらけなのはそれみたいな。Thank you, moon.地球っぽい国さ、星探すのって相当難しいよな、そう考えると。温度とかプラス衛星が必要なんだろう？よっぽどだよな。じゃがいもうまっ。月の引力で隕石をスイングバイバイしてくれてるとかもあるんじゃね。どうなんだろう、別にそれだけとは限らないじゃない。そんなこと言ったらスイングして突っ込んでくる可能性もあるわけでしょ。まあでもスイング売買率の方が高いのかな結局は。テミス銀河生成の3の3。ん？これ？お、84%！ もう地球やん。え？マイナス18度。寒い！宇宙船の心臓部だから開けられない。まあそりゃそうだわ。いいじゃった。システムがハッカー攻撃を検出。地球の引力は振り切るけど。地球の引力は振り切れない隕石だけが地球に落ちるかもってなるんかな。まあそう、そのなんかよっぽどのやつしか来ないんだろうね。オーケー。Don't look up 事案は起きない。そのロボットジョークなんなんだよ。こんなとこに博士いるわけないよな。体調が優れない。竹内誠。電力が回復していない。
400年経っとるがな。まあ経ってるね。これ地球を見つけて博士と再会エンドな気がしてきた。400年経っててもね。エンジンルームの上の方になんか光ってたのあったけど何やったんだろう。マジ？ちょっとこれ終わったら見るわ。熱っ！うっとうやん。どういうこと？沸騰しちゃう。沸騰した水が大半の惑星ってなんやねん。ここはここで生命おるやろ。博士の AI の方は頭いいだろうから分かってるけど、まあ、地球を探す M 君に地球探してほしいから黙ってるって感じなのかね。めっちゃ追加された。ワープするとかないの？ないんだ。面倒だな。どれだ？これか？あ、もうない星が出てくるんだ。なるほど。まあ寒いね。基本寒いね、なんか。ゼロ度ぐらいだったら別にいいんじゃないと思ったけどね。霧生活できそう。うん。切羽詰まったら全然この星でいいやってなりそうだよね。氷溶かして水作るの結構エネルギーいるからな。まあね。とはいえよ。まあでも遺伝子の話だからね。地球っぽい星じゃダメだからな。地球を見つけないといけない話だからこれ。なるほどね。
ニンニクうまもう残酷な子供ロボットみたいになってるやん。これか？地方老人の会話みたいできつい。ほぼ地球ですよ、これ。実質、やば、地球やんや。寒ー！ええんか、でもこれで、アース。寒くないか。これを地球と呼んでいいのか。生態系がいる可能性があるってもう大発見やん。寒すぎる。ドッキングポート開いたところで宇宙船のコントロール失っちゃダメなのでは？ああどうすんだよ。どうすんだよ、おい。ロボくん。無理だよ。あ？暗黒星雲、星域。どこだよ。あ、1あったぞ。どこだよ。仕方がない、1からやるか。タルクさんを探さないとダメだな。タルクから真上。ここか。72%！ ほぼ地球だけど。人間の製造にも適している。単位の地球ですよ。とんでもない星を見つけました。寒くね。まあ、寒いね、ちなみに。寒大体寒い。ごちそうさまです。
エム君ロボットにしてもバカすぎないか。今氷河期来てっから、あと1万年待ってくれや。ビザルバよ。オペニックスの近くにあるかも。え？どこだよそれ。ここか。ここのオペルニクスの近く。47%、全然ちげえよ。温度99度、水 36%、 水資源少な。嘘やん、すぐ嘘。熱い。もう重力ではないでしょ、問題は。まあ温度はどうにかなるけど、重力はどうしようもないから、一番は重力か。冬眠プログラムに入ります。停止する権限がありません。M 君ちょっとバカすぎないっすか。ちょっと俺バカキャラは俺ちょっと受け付けない人なので、きついっすわ。全部 M のせいだ。誰か助けて。どうすんだよ。あ？リリーとラッド、いや。何の話や。間って話じゃなかった？これか？ 88%！ もう実質地球やん。惑星自体は生命に適した環境を保っています。温度5度。水 78%。これもう地球やん。88はもう地球でしょ。地球だね。体内電力が 20% 以下になりました。M 君自業自得かも。停電してるから見れない。
レオの近くにある暗黒聖域から90度の方向。結構えげつない質問来たな。なんつったっけ、レオ。いい暗黒聖域から90度。レオの近く。これか？91%！ 地球では。地球しかないやん。もう地球でええやん。もう地球じゃん。バッドエンド？バカだからよ。おバカだね。でも博士の分身消しちゃったよ。近づいてるって言ってたよな。僕たちを焼いたりしないよ。この M 君バカすぎないか。M 君、M 君人工知能としてはさすがにバカすぎないか。ゾーン4の近くです。ブラックホールの近くに太陽系と似た銀河系を検出。来た来た、ゾーン4の地図。
ゾーン4ってどこだよ。あ、これゾーン1だ。ゾーン3。ゾーン2。ゾーン4。来た。ブラックホール。どこだよ。ゾーン3になってた。ゾーン4。おろ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 。ブラックホールの近くに地球あったらあったで困るんだが。96%。ある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 。地球では、地球では、さすがに地球やろこれ。地球でしょ。見つかったな。え、地球じゃないの今の。地球コレクション。地球じゃないの。誘拐限界値に近づいてきます。直ちに自圧してください。ちょちょちょ、とりあえず船を動かせば。どういうことなのこれ。恒星リサの裏側にわずかな光を発見しました。え、99% です。あ、恒星リサが太陽だったってオチ。これフォーダイ元暮らしやん。完全に地球。時間が経ちすぎていて、地球はもうすでに
地球の手を成していませんでしたってオチだったらどうしようと思ってたからよかったわ。どうなるんだろう最後。でもこれで終わりなのかな。これで終わりなのか。エンディングで食器を置いてくるレベルには微妙かも。よいしょ。なんか別にさ、なんだろう、悪くはないんだけど、別に面白い点がないから面白くないよね。え、続編買わなくていいかも。え、なんか、え、な、何をさせたかったの、何をさせたかったんだこのゲームは。何なんだこのゲームの推しが分かんないわ。え、なんか別にオチもなんかよくわかんないし、最後なんかあんのかな。病院食で病院食そう、なんか、え、別になんか M に同情もしないし、 M バカやなって終始思ってるだけだし、なんか博士もよくわかんないし、え、てかあの二人もよくわかんないし、え、マジで謎なんだけど。だいぶ子供向けだった。だいぶ子供向けなのかな？そう、なんか誰向けだよ、これ。確かに。なんか小学生とか幼稚園の子がやるゲームを買っちゃった、俺。悪いけど、そういう評価だよね。それならいいんじゃないって感じだけど。地球は見つけた！やったー！みたいな。島次郎か。島次郎がやるゲームでしょ、これ。うん。島次郎と遊ぼうみたいな出来じゃない？けどストーリーがなくない？でいくらで買ったの？2000円とかだった気がするこれ。え、なんかもう物を売っていい値段ではないでしょこれ。悪いけど。あ、930円だ。思ったり安いわ。え、なんか、え、なんかもう虚無が過ぎないさすがに。え、しかもなんもない、なんのオチもないのこれ。MITI 何これ。返金しようかな。ミッション達成度 59%。 何の話？フィン。え、どういうこと？まだなんかあるってこと？ん？え、何？でも最初からでしょ。人は死ぬけど希望はあるよっていうテーマを扱った絵本ってこんな感じだよなって感想。自由探索モード。ガチ絵本。サイドストーリーをクリアした後に。まだ 41% 隠されてる何かがある。ステージの裏話を聞く。え、何？ボーナス。こんにちは。プロデューサーのブライアンです。ようこそ皆さん。ここは何エンディングで感動できるらしい。何こんにちは。何しかもこれ何こっちは次にはいけないわけ。自分でエンディングの感動っていうか、エンディングで感動できるらしい。これ何これ。 85% で好評。対策映画を見たかのごとく素晴らしい体験をした。ベビーサイド死んでくれやマジで。映画を見てるかのような幻想的で感動を約束するストーリーと SF アドベンチャー。どんだけ持ってんだよ。
信じているゲームで人は感動させられると。いやもうこんなん地球あるの見え見えやん。さすがに盛りすぎかも。何これ、この感動を感じ取れんか。元のスマホ版の250円という価格、きつぅ。盛れるだけ盛る。お気持ち長文事案ですわこれ、さすがに。お気持ち長文事案ですわこれ。地球見つからんかったわ、エンディングあってもよかったんじゃないか説ね。みやびちゃんプリチー、なんだろうな。キャラバ158番さん、返金ですわ。ここらにあるよって誘導されて終わったような。スマホ移植ゲーで面白かったのあるか。ほぼない。M が地方幼稚園児ね。死んでるのを直視しないといけないエンドとかもないと。ね、なんか特に膨張太陽に飲み込まれてカリカリになってました。虚無エンド期待してた。なんかそう、なんもないんだよね。なんかきつい。フリー探索ちょっとやってみようぜ。めんどくさい。やると返金時間超えちゃう。なかなかのひどさだな。2時間とか5時間とかやってる、どんだけやってるん。6時間とか達成率は 75%。 そんなに。
俺があれ？大人がやるゲームじゃなかったな。俺があれなだけ？俺が何？うますぎた？一直線で行くの。なんか俺たちの知らない楽しみ方があるんかもしれん。ん？前向きで思いやりのあるロボットと AI の物語。前向きで思いやりのあるロボットではないだろ！感動を味わえなかったか。いや、俺もう、すさんでんの、俺は。いや、もう、太陽に突っ込んじゃうよって AI が言ってるのに、近くにリサがいるからって地球の探索を強行するロボットは前向きで思いやりがあるんか？スペルですわ。いや、3度目はちょっときついかもって AI 言ってるのに、いや、もう、私、もうタコピーか。今流行りの。タコピーみたいになっとるやん、だって。盲目的で自分勝手に見えるんだな。タコピーのあの子やんだって。助けてくれないわけって。目覚めた人なら前向きに感じられる。謎めいた部分にはプレイヤーのきっとこうなんだろうなという想像力で補わないといけないような部分もあったりする。今それはそうなんだけど、それもなんか浅くない？ストーリーラインや登場人物の印象は深かった。本当に？なんかみんななんか電子書籍としては面白いみたいなこと言ってるけど、電子書籍としても浅くない？なんか。なんかもうやだ。俺こう、なんかこれって、なんか。これってどこ以外あったか。じゃあ博士死んでたの？あれまず。博士は死んでなくない？ちなみに。ちなみに博士は死んでないよ。だって宇宙船内に死体がないじゃん、白骨死体が。延命装置を使ってギリギリまで耐えてたろうけど、世界観的にはコールドスリープなんなりなんなりして脱出船でどっかに行ったとかじゃない？知らないけど、あそこの中にそういう緊急脱出装置があったかどうかのような描写は俺見てないから分かんないけど。だから俺最終的になんだかんだで、地球に行ったら博士と会えるのかなって思ってたんだよね。それでハッピーエンドだったらまだ俺良かったよ。ちなみに。なんか博士と誠もコールドスリープで脱出して、で、まあどっかわかんないけど地球以外のなんか基地かなんかに拾われて、で、まあ、もうこれはちょっと台無しかもしんないけど、人類は人類側で地球を実は見つけてて、地球にもう住んでて、みたいな。400年経ってるから、コールドスリープでも限界があるじゃんみたいなところあるかもしれないけど、まあそういうのはこじつけて、はいみたいな感じに行くのかなと思ったら、最後のエンディングすらないし。AI や博士が寿命を匂わせてたから死んでると思う。天使リサがもうおらんから、私が代わりになるわって言ってなかった。もうおらんから、じゃあこの宇宙船におらんからじゃないの？わかんないけど。どっちなんだろうね。まあ、死んでる可能性も絶対あると思う。死んでるというよりも食料が切れたから脱出船で帰ったと思ったけど、食料が切れたからではないんじゃない？なんか延命装置を使って空になってる延命装置の跡があったから。AI や博士が寿命に匂わせてた。そうね。でも生きてる時に寿命の話をしてるわけじゃん。別に例えばさ、このロボットと話しててで、なんかちょっとバカ気味なロボットだったら、そう。で、シャットダウンくらいでしょ、多分。いや、お前らに分からんだろうけど、俺もいつかシャットダウンするからな、みたいな話は、ロボットものだと全然あるあるなの。調味。そのいくらでもあるやん。てか、なんかそのロボットに限らず。まあ、想像して感動してください、ということでね。てかもうありがちすぎてさ、だって。ロボットとか、そんなに。その、他の種族ものあるあるじゃん、寿命の違いって。感動するも何も、人は死ぬ、ロボットは生きる、終わりじゃん。なんかいくらでもあるやろ。なんかな。俺なんかこういうの楽しめなくなっちゃったってやつ、また一つ増えた。
面白いんかな、このシリーズ。まあでも、少女さん、他の面白そうなんだけどな。どうなんだろう。どうなんだろう。もうなんか何も信じられない。おもりぐらいならわかるけど、別に博士の生き死に考察するほどでもない。そう。現実社会の飲まれてきた自分には絵空ごと薄っぺらに映ってしまった。どうしても感情移入できない。人物の感情描写に唐突に印象を与える。アイス1枚のクオリティ。確かに生きてても死んでてもどっちでもええかって感じだな。そう、なんか博士頼む、生きててくれってならないじゃん。感動するストーリーって結局それじゃない。実際にストーリーとか、その死ぬ生きるで感動を与えるって、やっぱその人に死んでほしくないってやってるユーザーに思わせることじゃん。その人に生きててほしいって思わせたり、その人に死んでほしくないって思わせたり、この人が死んだら嫌だなって思わせることじゃん。けどまず、ロボットと人っていう現実感のなさ。そう、そこで感情移入しづらい題材なのに、別になんか博士も、なんか偉い人みたいな感じでもないし、ただ地球があるって信じてるみたいな描写しかないし、でロボットと仲いいみたいな感じだけど、別に仲いいっていうか、まあそれなんかねえみたいな。人類には間に合わなかったわだと思ってたんだけど、最後違ったわ。最後違うってか、その可能性もあるでしょ。別に人類には間に合わない可能性もあるでしょ。何もないんだもん、だってこのゲーム、このゲームだってもう虚無だもん。そう、そのシステムは非常に面倒な仕様になっている。ゲームのテンポを著しく悪化させてしまった。もう前作ですらテンポがいいと言えなかったのに、さらに悪化してんの？面白そうだと思ったんだけどな、このゲーム。メタスコア90点だぜ。なぜかつて人類は地球を脱出したのか。その謎が地球を見つけた時に明らかになるが大仕掛けかと思ったんだがな。そう、なんかそういうのもないじゃん。地球をなぜ脱出したのかもないし、そう、なんか匂わせだけっていう。考察の余地があるのと投げっぱなしは別なんや。そう、宇宙題材にしたら SF じゃないんやぞ。なんかでも嫌な気がする。部分的には分からずとも、その他テキストから推察することで大まかに意味を把握することにできる。なんかもう、なんか、そう、投げっぱなしなんじゃない？またこれ。でもこれは面白そうなんだよな。けど騙されたくねえ。5年で成長してないかな。ニートの貴重な金が使われるか否か。やめとこ、やめときます。実行中。
残りの 41% の部分に確信に迫る何かがあったのかもしれない。いや、あったとしてももうそこを含めてメインストーリーをクリアさせろよ。ゲームの道筋として間違ってるだろ、作り方が。どっちにしろネガティブ評価だわ、バカだれ。いや、もうこれ堂々と返金するわ、クリアしといて。面白くありませんよ、これ。詐欺だろう。ランキング。コレクションリーダーズボード。あ、これ。グローバル実績データを表示しています。俺が取ったのはどれなの？7 days で地下室見つけられなかった人もいるわけやし。7 days で地下室見つけられなかった。なんかあったっけ？ちょっとトイレ行ってこよう。なんか、何しよう。なんか最悪の気分だわ。無料で気分の上がり下がりを楽しめたな。
うん、サブサブ。はぁ、なんだかなぁ。結構なんか、いや、感動したみたいな、やつをしたかったんだけどな、俺は。どうしよう。どうする、この気分。最悪やわ。マジで。いや、待ってたよ。いや、もうそういうのやりたな、今。絶対やだ。アンリアルライフも俺嫌な予感するもん。口直しにアンリアルライフでもやってもろて。確実に口直しができるやつ。あれあれ、あの、異世界ユリゲー。あれは俺口直しできるんじゃない？ユリだし。確実に口直ししないと俺無理だよ。ユリだからオッケーですってなるだろう。多少あれでも、多少あれでも、多少あれでもユリセーフなんじゃないのか？低いハードルやな。低いハードルやな。高い高い。スクラップしようかな、チャレンジモード一人で。ユリは特効薬。うん。バカ何時から？20時って言わなかったっけ俺。土曜しか言ってねえか。男が出てきてブチ切るのパターンも。人狼買ってきてもろて。ああ。どうしよっか。剣士？なんかウィッシュリスト見に行こうぜ。なんか入れたろ。あ、これだよ、これ。これいつまで？セールが21日まで。え、なになになに？はい。行った。え、な、な、なに？神ゲー発見したんで、ちょっとやらないかなと思って。何？トレイルメーカーズっていう車作ってレースとかできるゲーム。え？お、今から？今から。え、でもなんか、それ、お前らを出しにして、面白そうだったらやろうぜって言ってたんだよ、コープで。何でできるの、あれ？ 8 人までできる。え、じゃああいつらやるんじゃない？え、そんな面白かったの？え、めっちゃ、もう神ゲーや。神ゲーお願いします。なんかみんなでやる BCG？ あー、いいね。いや、なんか、その後似たようなゲームこの前やってて、うん、あんま面白くなかったから、え、きつーみたいな。え、そう、でも、え？ずっとやってたやつ。ずっとやってたじゃなくて。最近やってたやつ、そう。なんか、あの、面白くなかったんだ。なんか、え、それってなんかさ、集めて、まあいいや、ちょっと、あいつらやるかな。声かけてみるか。カスタムモードでやってるから何でも作れるよ。やっぱそれでやんないと面白くないのかな。スクラップメカの車のところがサクサクできるようになった感じ。すごい、もうできた。あ、でもあいつら、別ゲーやってるわ。いや、これあれ。あ、デフォのやつか。デフォのやつ、デフォのやつ。曲がらな。別に、何回でもできる、割と、このゲーム。ね。8人でやるようなゲームなの？まあ、てか、レースモードがあるから、おー。8人でレースできますよって感じ。え、みんなどこにいるのこれ。え、なんか、軍刀にいる。マジでダニみたいな。ひどいよな。虫でしたこれ。え、なんだっけ、そのゲームの名前。トレイルメーカーズかな。トレイルメーカーズ。Xbox にあるよ。うん、Xbox にある。で、ちょっと聞いてみろ、あいつらに。配信見たら。トレイルメーカーズ。ダイビング。400メーカーを作りたいんだよな。でもロマンわかるわ。BCG で失敗したからさ。BCG で作るの難しそう。ちょっと難しかった。うわー！
男性器作ってない？うわぁ確かにタバヤの配信見てみよう。男性器じゃないだろ。男性器だろこれ。男性器じゃないだろ。なんなの？なんなの？おい確かに。祝いだぞ。すぐそういうの作る。え、これなんで俺沈むの？これ推進力何で得るんだ？え、普通にエンジンじゃない？あー、エンジンでパドル動かして、あー、ホア回るのか。うん。フロート。チンポニャ。水に浮く。え、これでいけないかな。チンポニャ。チンポニャ。まあ、面白いなら、じゃあ、期待しとこう。え、何モードがいいの？なんかさ、物集めるモードあるんでしょ、世界の。物集めるモードはコープじゃなかった。あ、そう、なんか誰が一番早く、そう。脱出できるかみたいな感じだったから。これ何モードなの？これレースモードだね。レース。あ、なんかみんなで作ってせーのでレースみたいな。そう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 。ちゃんとカウントとかしてくれるよ。タイムラップとか撮ってくれる。今んとこ面白いね。ダリンじゃダメなのかな。船だしな。ダリンでもそう、ほう、どう動かすんだ。下になんかあんまり曲がらない。あれだ、船作るか。これやってみよう。消して。いやもう全部消した。わざわざ位置変えたのにこっち来んなって。うわあ、なんかあいつすごいとこ行ってる。うわ、空気抵抗とかもあるんだ。そう単純すぎるだろ。ちょ、もうちょっと待ってあるやろ。もうちょっとなんかやりようあったろ。いかだになんかジェットつきましたみたいな。やめてもらっていいかな。しかして、想像力のないこと。まあ、いいか。まあ、いいか。あったあった。はぁ。なんで被ってくんねん、こいつムカつくわ。わい。あれ決まってるから、今。え？待てよ。これだ。パドルあんじゃん。これか？もう完全に理解したわ。え？パドルとかある？あるあるある。マジで？どこどこどこ？え、バランスのところあるね。バランス？バランスじゃねえや。ダンフォース。本当だ。これどう使うんだ？あ、ダウンロードしたらそっち行きます。多分ね、そう、レースするやつ、俺らのコープだと合わないから、みんなやらないって言ってるから、ダウンロードしてます、今。これパドルどうやってやるんだろう？ね。あれじゃない？多分ね、そうだよね。吐き出すとかじゃないかな。B？ ちょちょ、あるある。めっちゃ大変そう。ジェット禁止でヒンジ使って誰が一番早いとかね、おもろそう。ありよりのありだね。俺それで頑張ってみようかな。さっきのさ、空飛ぶやつ結局何もできてないんだよな。あれちょっと。買っとんでだけ。飛行機作れって言われたら作れたけどね。車だからね。車だから。できた。このゲームなんだっけ？トレイルメーカーズ。トレイルメーカーズ。今ちょっとクソゲーやらされてきたからね、俺。飢えてるから面白いゲームに。頼みますよ。何やったの？オプスザデイ、なんか地球探索ってやつやったんだけど、なんか、壮大な SF ストーリーみたいな前触れだったのに、やってみたら、なんか島次郎と遊ぼうみたいな感じで、きつかった。何言ってんの？いや、マジでね、島次郎と遊ぼうみたいなストーリーと、なんかゲーム展開で、マジできつかった。島次郎と遊ぼう、嫌だな。嫌だね。
や、マジできつい。もう終始、島次郎がわがままを言って、AI がなんか、しょうがないな、みたいな。ママみたいな AI がため息をつきながら作業するみたいな。もう地獄みたいな。なんでそれ？え、これ何がつながってないの？なんでみんななんかそんなセンス悪い感じなの？